ですけども、次女桃子さんに今日特別にお越しいただきました。拍手。皆さんはじめまして、次女桃子と申します。本日はたくさんのご来場どうもありがとうございます。ね、焼き子の開運会ということで、前半ぐらい前から焼き子の温泉協会の皆さんと一緒に開発に、開発を始めて、いろんなことがあって、ね、こんなコロナ禍にぶつかったりとか、もうこの先も知らなかったんですけど、ようやくこうやって皆さんの目の前でカニを振る舞う日がやっとできて、本当に嬉しく思ってます。ありがとうございます。はい、ということで、このカレーのコンセプトなんですけれど、弥彦村のカレーということで、何かこう名物になるような弥彦のこの弥彦でしか食べられないミックススパイスをご用意しますので、ちょっと辛めですね、少しスパイスで出汁が効いた、そうですね、珍しいスパイスなので、皆さんもしご興味あればそちらもお試しください。はい、お久しぶりです。元気ですか？はい、よろしくお伝えください。ありがとうございます。弥彦の開運だしカレーです。昆布と椎茸と鰹節を効かせてます。ぜひ皆さん食べに来てください。